お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、ロイホグということで、まあ、こちらのデッキを使ってですね、はい、やっていきたいと思います。で、まあ、こちらが、まあ、よく見るっていうか、まあ、僕が昨年クララリーグアジアでも使ったデッキなんですけど、と、まあ、ロイホグプラスの、まあ、ギャングコウモリの吹き矢の、吹き矢じゃねえわ。プリンだ。プリンの、まあ、枯渇要素があるロイホグデッキで、まあ、回転もね、すごい 3.1 で、まあ、早めと、なってるデッキでございます。で、まあ最近ロイホグも、まあ、ちょくちょくかな、まあ本当にちょくちょくなんですけど、まあ、本当にちょっと前よりはすごい使用率が上がってて、まあ、マジアチャがね情報されたんで、まあ、マジアチャプラスのロイホグデッキがすごい見られると思われるんですけど、まあ今回はプリンセス型ですね。まあ、プリンセスの方が回転率が上がるのと、まあ、今そんなマジアチャが個人的にすごい強いと思わないというか、まあ、まだマジアチャの環境というか、なんかマジアチャが今いいんじゃないと僕的にはそこまで思ってないんでね、まあ、このプリンセス型でやっています。で、まあこのプリンの枠も前まではマジアチャだったんですけど、そのロイホグすごい上手い海外のプレイヤーがいるんですけど、まあその人がねこのプリンセス型ですごいグラチャリとか武装してたんでね、まあ、この方の方がいいのかなっていうので、こちらでやっています。よいしょ。で、今回の相手は、ペッカかな。ペッカ工場のアーチャーイスピの、ワンチャンディーガーはないか。のデッキかなと思います。で、そう、ペッカ。これなんですよ。ペッカが、最近もう、アホみたいに多い。ペッカで、またペッカで、お前もペッカかいみたいな。で、一回相手、お前30死でペッカかいみたいな。で、気づいたら、おい、また30死かいみたいな。もう30死とペッカやんみたいな。もうそこの、今2強レベルで、そこがすごい多いんですよね。で、まあ、それに対して、このデッキがね、今、すごい強い。ペッカと30死ばっか。ペッカと30死しかいないレベルで、そこがすごい多いんですよね。で、その、ペッカ工場、ペッカディガーに対して、このデッキが強くて、まあミニペッカが、ディガーにも工場にも、すごいメタカード的なのでね、すごい防衛力高いんでね、ペッカには強くて、まあファイブウッドの高回転、プラスまあミニペッカがあるんで、三次死にも強い。で、その最近の三次死が、あれなんですよね、あれよ。あれだよ、あれ。ユーノがめちゃくちゃ入ってる。だからユーノ型の三次死ばっかで、そのユーノ型に対して、ユーノ単体攻撃だから、そのロイホグがね、無双するんですよね。めちゃくちゃダメージ与える。で、三次死も、てかゴースト、三次死にゴースト入りがないから、今、結構、このデッキが強い感じではありますね。まあ、最近の流行りの三次死に対してですね、めちゃくちゃ強い。よいしょ。で、この相手は、まあ、諦めたっぽいですね。よいしょ。気づけば、プリンが、溢れますね。まあまあまあ、回転早いんでね。で、どうなんだろうな。そう、ボーラー系のやつと、当たりたいですね。結構、ロイホグを使ってて、まあ、ボーラーとか、トルネビビドラとか、なんか、まあ、最近の流行りで言うと、まあ、そういう、なんか、ドラドラボーラーのバルーンとか、あると思われるんですけど、まあ、そういったデッキに対しても立ち回り次第で結構ボコボコにすることができちゃうっていうやつで、ね、最近のデッキだとあれですね、フリーズがやっぱ多いから、そのフリーズ、まあ、打たれちゃうと結構こっちからしたらどうにもできなくなっちゃうんですけど、まあ、フリーズ打たせないというか、フリーズ、もし打たれても、相手がフリーズ打つだろうなっていうか、もう打とうとする瞬間に、まあ攻めてきた瞬間ですね、相手が。こっちも攻めてあげると、その瞬間にですね、まあ相手がバルーンとか、スケラー打ってきた瞬間に、こっちがロイフグ飛ばすんですよ。相手がまあ攻めてきて逆サイかな。瞬間にロイフグ飛ばせば、相手からしたら、フリーズ打ちたいんですよね。スケラー打って、こっちがもし、コウモリで防衛した瞬間に、あ、じゃあフリーズ打ちたいんですけど、でもロイホグの防衛もしないといけないみたいな。そういった場面が起こると、結構基本、
人って防衛に回っちゃうんですよね。攻めた瞬間に相手が攻めてきたら、その瞬間結構防衛に回っちゃうんですよ。だからそうするとこっちはコウモリだけで相手のスキルを守れて、でなおかつロイホグのダメージもちょっと入るっていうやつで、まあそういった感じで相手が攻めてきた瞬間にこっちも攻めてあげるといい感じにアドも取れて防衛もできてなると思います。よいしょ。んでこれやばいな、26意外ときつい。あー待って、この国そうですね、26は意外ときつい、きついですね。でこれ一発入っちゃうんだよね。よいしょ。まあ、まあ、こっからですね、こっからですね。で結構苦しい状態ができるんですけど、それをこの大逆転するにはこのプリンちゃんですね、プリンちゃんの延命がもう命、プリンセスを延命できるかどうかだけで全てが変わりますよ。一回延命するだけでもうなんか大ピンチだったのが、あれめちゃくちゃ押してねみたいなことにもなったりするんですよね。よいしょ。気持ちミニペッカとかな、アスケか。今ウッド使ったんで次の方がギャングで守れますね。ワンチャン相手5打ってきますけど、ここも5打ってワンチャン大砲来たら美味しい。まあ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 、まあ、防衛してこのギャング今ウッド相手裂いたんでね、これに対してミニペッカ裂いていきます。もう攻めで使っていくと意外とミニペの処理って相手苦しいんですよね。でここももう攻めさせないようにロイフグ飛ばして、それ相手は守んないといけないんでね。来たらまあコウモリで防衛かな。痛いな、痛い、これ結構痛いですね。でワンチャン大砲かマスキグル、ああ分かってた分かってた、このプリンを、今のプリンをですね延命できるかどうかがすごい大事。これ結構おやばいですね、普通にやばいですね。お待って、なんかめっちゃ入ってる、ラッキーラッキーラッキー。これミニペと、そうホグに対してミニペ構えてれば完封できるんですけど、結構苦しい、アイゴレ出されると苦しいですね。これもファイブ削りですね。これはで左大砲かな、カモン、いや出してこなかった、やばい、殴れミニペ、オッケー、ああなんでどうした君、今完全フリーかぶったよね、裏切り、急な裏切りやん。あと800削りたいですね。よいしょ。あこれ絶対打ってくる、うまい、今の相手のはうまいですね。ミニペ回ってなかった、ファイブ使ってでもまあ無理やりでも防衛した方がいいですね。よしで、あれもファイブってで終わりだ。よいしょ。よいしょ。でもう一応ね攻めとけば相手は何もできないんでね、まあ、こんな感じで勝ったっていうので、なんでまあなんで勝てたみたいな感じなんですけど、まあ、やっぱりプリンセスの延命するのは大事ですね。本当に細かいところなんですけど、まあ26相手だったらな、なんだろう、端前プリンを処理してくるのはできるのはかな、まあ、マスケとスケとウッドと大砲かな。でも基本的に大砲で防衛してくる人ってあんまりいないっていうので、まあ、勝手な偏見なんですけど、それで消してでウッド裂いた後の端前プリンを結構されると思うんで、ウッドもないって考えてたら、まあ、端前プリンを防衛してくるのがスケルトンと、まあ、端前の逆サイマスケの2択なんですよね。で、まあ、スケルトンは来た瞬間に、まあ、意識してればウッドをすぐパッてやれば見てからでもまあ延命間に合うっていうので、まあ、あとは端前マスケのね用の愛、端前マスケ読みのアイゴルとかコウモリとかするだけで結構延命できちゃうんでね、意外と消去法で相手は今ウッドないからなんかとなんかで処理してくるっていうので、その1回のプリンの延命するだけですごい変わりますね。これはもうここで僕飛ばしちゃいますね。相手がまだ何のデッキか分かんないんで、出た、これだ、最近流行りのドラドラちゃんなんだけど、バルーンだった方が
結構自分的に勝ちやすいっていうのはあるかな。いや言うてか、これ釣るで、これ防衛にあれで槍ゴブで防衛します。よいしょ。でボーラーもあれも裂いたから相手あれが苦しい。そうミニペで、そっちに裂くしかなくて、相手は結構あのスケルトンとかゴブリンとかがないんで、これの防衛ができないんですよ。でこれ防衛した瞬間にこのロイホグで、今トルネも使ったからこれで終わりですね。でこのインドラはまあコウモリで美味しく防衛ですね。よいしょ、みたいな感じですね。相手が間に合わないんですよ。もうどうせなら今のタイミングで端前ミリピとかパッてやっちゃえば、相手がギリギリでビビドラ咲いてるから、まあ余裕でミリピがガン殴りして勝っちゃうみたいなこともできちゃいますね。まあここはどうだろうな、まあアイゴレで防衛でいいかな。でボーラーランバー型イコール相手はバルーンなんで、意外とバルーンを止めれないかな。ファイブボーイするしかないですね。でもこれはよいしょ、ランバー来たら端前ミリペで止めるかな。いやこれはロイフグ飛ばしますね。飛ばして相手に防衛させて、これもミニペとコウモリで、でまあザップ来たらファイボだけど、あフリーズだから相手ザップがないんですね。よいしょ、これやばい、待って、やばいやばいやばい、ベビーがやばい。これもファイボ打ってこれ、よいしょ、もうでもプリン2体残ってて、これ余裕ですね。これボーラー来てもアイゴルで、あやばい、それはうまい。これファイブを使ってるのも防衛したいけど、相手は攻めてくるから攻めよう。よいしょ、よくわかんないミニペックが、相手からしたら陸受けが少ないからしんどいはず。てかまあもうこれ勝ちですね。ファイブで落ちるしほいってやつで、まあ回転でどんどん処理していく感じかな。まあ相手からしたらこの縦線とかスケとかがないんで、アイゴレももう陸受けがボーラーとランバーしかないっていうところで、まあ刺していく感じですね。よいしょ、今参戦もやったのか、早いな、早いですね。まあおかわりしてもいいけどライクさんだったらここでんーおかわりって感じで思いついていいかもしれないんですけど、どうしようかな、いいかおかわりしとこう、はいってことでラストワンやっちゃいますか。いやちょい長くなるな、まあいっか、まあいっか、そんなのはしゃーなしですね。よいしょ、さあってことでラスト何がしんどいかな。でもあーロイフグだったらババコヤが結構きついな。ババコヤとあとスケラですね。スケラがもう絶対入るというか、まあそのコウモリで防衛してその瞬間に攻めちゃえばいいんですけど、結局スケポイかスケフリされちゃうと絶対ダメージ入っちゃうんでね、ちょいきついですね。こうしたら相手はプリンセスを、あガゴガゴ、やばい、これプリンで防衛したいんですけど、これにファイブ使いたくないんですよね、気持ち的なやつ。まあいいや、ガゴガゴディガー、ラバルガゴガゴギャングディガーみたいなファイブザップ、僕の読みは多分当たるんで、このプリンでギャング来るんですよ。なんでウッドでピャイー、待ってはず、おいおいおい、絶対ギャングあるでしょ、この人。絶対あるから。あ、え？じゃあ違った。ちゃった。そっちだった。そっちかよ。そっちかよ。恥かいただけやん。おい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 。ジャイダクネ・リガー3スペか、まあ、2スペか。それでも、アイゴレミニペが防衛最強だから、マジで。これしとくだけで何でも防衛できるんですよ。このデッキの。強みですね。アイゴレミニペが防衛最強。やばい。で本当は今の相手のディガーも防衛したいんですよね。こっちからしたらミニペか、まあギャングかな。ギャングで囲んで防衛したいんだけど、まあ、できなかったですね。手札的なやつでしゃあないですね。
うつじゃい来たら美味しいんだからな。フリー、はい、これからのロイホグ、よいしょ。だいたいファイボかな。まあそうだよ、ね、ファイボザップノーダメで抑えてきましたね。でウッドもあったから、ここでギャング裂いてウッドをこっちに使わせてプリンのイメージ、延命というか君ディガーもあるんだな、ずる。でこれはファイブザップがトトーンって多分来る。いやダクになるからファイブだけか。ふう、なるほど。でこれはギャングで防衛したい。あーまあいいや、ディガー来るな。いや来んのかい、来んのかい。せっかくギャング出してあげたのに。これやばいですね。同じサイドバックになってて、もう受けられてカウンターされちゃうんで、一回逆攻めますね。やば。事故。それ事故。よいしょ。やばい。やばい。やばい。事故。それこそ事故。おや？待って、おかわり失敗説ある。いない、待って、おーい負けたやん。これなー、これ勝ちたいなー。ジャイに対して結構相性いいんですよね。これ相手が3スピでも結構いけるんだけど、あれですね、ジャイプリとかだと、あれですね、ジャイガゴガゴ、相手が上手かったですね。そう、ディガーか、ディガーがしんどかった。いやでも負けちゃいましたね。でもこれは一回もプリンセスを延命できなかったのが多分良くないところでありますね。まあ、初め後半ウッドで処理してきたんでしょうがないんですけど、前半の方でリガーにプリン当ててきたところを、まあ、どうにかギャングを取っておいて、ギャングで防衛とかしてればまた流れは変わったのかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ぜひね、こちら、まあ、ペッカと個人的にペックス30種にすごい強いと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください。はい、ということで、まあ、よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。